皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の英文法受動態受け身、この練習問題を今回はやっていきます。受動態というのは何々されるとかされたという意味で、形は主語プラス B 動詞プラス過去分詞、こうなっていましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう、こういう問題です。括弧1、英語は多くの国で使われています。英語は多くの国で使われています。使われていると何々されるという意味なので、受動態の文ですね。主語は English、 その時に来るのは B 動詞ですね。元の日本語の文を見ると、これ現在の文なので Englishis、 B 動詞 is が来て、で使うの過去分詞 use の過去分詞は used、 used、 こうなって in many countries、 English is used in many countries、 English is used in many countries、 こうなります。括弧2番です。この本は若者に読まれませんでした、ね、読まれなかったという否定文ですね。主語は this book、 否定文にするときには B 動詞の後ろに not を入れればよかったので、これ過去形の文なので B 動詞は was を使って this book was not、 そして読むの過去分詞 read、そして誰々によってというときには by を使って by young people、 This book was not read by young people、 This book was not read by young people、 これが答えになりますね。四角に次の文を括弧の指示に従って書き換えましょう、こういう問題です。括弧1、 The room is cleaned every day、 The room is cleaned every day、 その部屋は毎日掃除されます、こういう文章ですね。括弧には疑問文にとあるので疑問文にします。これ疑問文にするときには B 動詞を主語の前に出しました、ね、ここでは B 動詞の is を The room の前に出して Is the room cleaned every day? Is the room cleaned every day? Is the room cleaned every day? このようになります。括弧2番、 Our school was built 70 years ago. Our school was built 70 years ago.、ね、私たちの学校は70年前に建てられましたという意味ですね。括弧には、河川部を訪ねる文に、河川は70 years ago のところに引かれていますね。この70年前という部分を聞きたいんですよね。この時まず最初にこの文章を疑問文にしたらどうなるかを考えます。疑問文にするには B 動詞を主語の前に出しますから Was our school built 70 years ago? こうなりますよね。そしてこの70年前という部分を聞きたい時、疑問詞 It's when でしたね、これを使いますから、疑問文にした時の前の部分、一番前の部分に when を置いて when was our school built、 When was our school built?
When was our school built? こうなります、ね、70年前という部分を聞くのでここの部分は消えますね。これで完成しました。答えるときには70 years ago と答えればいいわけです。四角さん、次の文を受動態の文にしましょう。カッコ1 Keiko loves the dog. Keiko loves the dog. Keiko はその犬をとても好きです、こういう文章ですね。受け身にすると That dog 疲れている。この That dog の部分が主語になりますから That dog。これ現在形の文章ですから B 動詞は現在形の is を使って That dog is、 そして過去分詞の loved、 そして人によって、まあ、ここでは Keiko によってですね、ですから by Keiko、ね、That dog is loved by Keiko。 これで受動態の文が完成しました、2番です。My father wrote two letters yesterday. My father wrote two letters yesterday. 私の父は昨日2通手紙を書きました。ね、私の父は、ね、2通昨日手紙書いたんですね。で、ここでは手紙を主語にして受動態にします。ですから、two letters で文章が始まります。two。Letters。 で、元の文章、過去形なので B 動詞を過去形にします。ここでは主語 two letters 複数形ですから R の過去形の WA を使いますね。 two letters were で、write の過去形 written です。 written。で、お父さんが書いたので by my father で、昨日癒したで、こうなります。 Two letters were written by my father yesterday. Two letters were written by my father yesterday. でこれで、受動態の文章が完成しました。今日は受動態受け身の文章の練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。